梅雨や台風の大雨に備える平成25年度吉野川水防演習が5月12日三好市の吉野川河川敷で行われました。この水防演習は防災関係機関や地域住民の水防活動の普及啓発を図ることを目的に、徳島県では平成20年以来の開催となりました。冒頭、飯泉知事が訓練を通じて水防技術の向上と水防体制の充実に励んでくださいと挨拶。演習は超大型の台風の影響により吉野川全域で大洪水になる恐れがあるという想定のもと、国と県や市町村、消防団、警察など44団体およそ600人が参加しました。演習では大雨による増水から堤防を守るため防水シートを張ったり、石を流し込んで決壊を防ぐ作業が行われました。さらに土のうを積み上げたり、木や竹を使って堤防を補強するなど、参加者が一丸となって洪水を防ぐための演習が進められました。また配電線などライフラインの復旧訓練や、ドクターヘリを使って負傷者を搬送する訓練も行われました。川の対岸に取り残された孤立者を助ける人命救助訓練では、県警災害派遣隊が救命ロープを打ち込み、孤立者を無事保護する場面も見られました。一方、体験コーナーでは見学に訪れた親子連れなどが災害時に役立つロープワークを学んだり、地震体験車で地震を体験したほか、雨を降らせる特殊な車両で豪雨の圧力を体感する姿が見られました。そして演習では樋門を開けて堤防の内にたまった水を流し出し、37にわたる演習項目を終えました。県としては例えば堤防の整備など、また浸水予測図の公表と、ハードソフト両面から水防体制を強化をしておりますが、こうした水防演習、これを通じましてしっかりと水防技術の向上、そして水防体制の一層の強化を図り、県民の皆さんの安全安心、しっかりと防災関係者の皆さんとともに守ってまいりたいと思います。これから本格的な台風のシーズンを迎えます。大雨や急激な増水に備え、まずは自分の身を守るため、身近にできることを確認してみましょう。